どうも岩瀬です。今日も現在完了形の続きやっていくので、今までの復習も兼ねてやっていきましょう。ということで、今日は新しい形の現在完了形やっていくんで、まずはいつものように場面で導入するんだけど、今日は動画を撮りましたね。動画で使っている場面をぜひしっかりと体で理解していってください。では行きます。He's going to drink a bottle of tea. He has already eaten lunch. He's opening the bottle and he has opened the bottle. He's drinking the tea.He enjoys drinking tea every day. He's still drinking the tea and he has just drunk a bottle of tea. He's throwing the bottle away and he has thrown the bottle away. He has finished drinking his bottle of tea. ということで、この動画で出てきた現在完了形がすべて今日新しく習う用法の、まあ、実際の例です。じゃあ実際どういうものか見ていきましょう。 I usually drink coffee after lunch っていうと、これいつもの習慣として自分は、食後にコーヒー飲むよっていうような文になります。なんで昨日も飲んだし今日も飲むし明日も飲むよと。それに対して I drank a special coffee yesterday っていうと、昨日飲んだ、つまり今はもう関係ないんだよね。じゃあ現在完了形の特徴は何かっていうと、今につながる、今につながったこう幅のある時間で、すでにやったやつだけども経験だったら何回かやったっていう経験が今にも続いてるし、継続だったら幅を持ってずっとし続けた。そしてこの完了結果の横に関しても、ちょっと前からしたことがちょうど今完結した幅のある実践になってくるんだよね。ハブプラス過去分詞で、すでにやったやつだけども I have seen this movie three times と言えば3回見たという経験がつながっている。 I have lived in Tohoku for 3 years、 3年間という幅の間ずっと住んでいた。そして今日やったやつです。 I have just drunk a bottle of coffee、 ちょっと前から始めてちょうど今飲み終わったよという完了結果の用法になる。で、もちろんこのハブは主語に合わせて変化するので、 He だったら He has drunk a bottle of coffee という形になります。彼はちょうど今お昼ご飯、お弁当食べ終わったばっかだよっていう場合、どういう文になりますか？ちょっと考えてみてください。はい、じゃあ答えいきます。Repeat after me. He has eaten a box lunch. どうぞ。はい、ということで彼はもうお弁当食べ終わった。だからそろそろお弁当しまって動き出すよとか、もうお腹いっぱいだからもうこれ以上いいですよとかって意味になります。じゃあ次行こうでしょう。どうしようか。太郎くんは宿題を終わったよ。どうなりますか？OK. 太郎 has just finished his homework. どうぞ。今ちょうど終わったとこだから遊びに誘っていいよとか、今ちょうど終わったとこだから、なんか話しかけてもいいよとかって意味になります。まとめにいきましょう。これで君たちは現在完了形をマスターしました。You have just understood 現在完了形 and you have just already mastered 現在完了形。ということで、ぜひね、この現在完了形、日本語にはない時制なので、しっかりとね、復習して理解を深めていってください。じゃあこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ごきげんよう。さよなら。